今回なんですけれども、シンクロ衣装、誰かに衣装、浴衣の、欅坂の生写真開封結果動画やっていこうと思います。シンクロ衣装の1期生からいきます。リサが中引きで、みーちゃんがより中引きでした。座りでコンプですね。で、ユーポンがまさかの0枚でした。ユッカー出て、アカネンがセミコンで、ウエムが2枚ですね。で、ニジカ1枚、オゼキ1枚、サトシ1枚、で、アオイちゃん2枚、で、ハブちゃん1枚、ペイちゃん1枚って感じでした。フーちゃんも0枚でしたね。次、じゃあ2期生いきます。炎がより引き、このよりめっちゃ可愛いですね。はい。で、祈りが座り途中ですね。の森ひかがより中、この森ひかも可愛いですね。で、かりんちゃん座り中で、祭りより、で、リコピ引き、チュケモンより、てんちゃん引きですね。リコピがすいません、引き2枚ですね。で、2.5 期がこんな感じですね。遠藤ひかりちゃん引き、森やりなちゃん中で、オドルネちゃんが中2枚ですね。推しの松本キラちゃんは0枚でした。次、じゃあ誰かに行きます。はい、では誰かに行きます。こちらも7パックですね。リサが中1枚で、ユーポンが中2枚で、みーちゃんが0枚でしたね。で、ユッカ、オゼキ、ニジカで、サトシ3枚、座り座り中ですね。で、アオイちゃんとハブちゃん座りが2枚で、ウエム、ペイちゃんって感じでしたね。座りが1期生多かったですかね。座り途中かな。で、2期生が、炎が0枚でした。で、祈りがより引き。で、チュケモンが、引きでコンプですね。3枚出ております。で、ユミコ会長が座り途中。リコピよりのみ。で、祭りがよりと座りですね。森田ひかるちゃんがよりと座、あ、よりと引き。で、てんちゃんが座り途中。出ましたね。炎以外全員出てるのかな？ですかね。かりんちゃん出てないか。炎とかりんちゃん以外は出ましたね。で、新2期生ですね。キラが座り引き引きで、森谷玲奈ちゃん座り、高坂まりのちゃん引き、大沼きょうちゃん座り、大園姉ちゃん引きって感じでした。はい、で、浴衣最後いきます。こちらも7パックですね。なんですけども、この7枚だけでも満足ですね。はい、めちゃくちゃ寄りが多かったです。これえぐいっすよね。はい、では浴衣見ていきたいと思います。リサが寄りと座りですね。ユーポンが寄りと中、みーちゃんが寄り、ニジカ引き、ウエムが寄り引き、アカネンが寄り引き、アオイちゃんが中引き、アブちゃんが中引き、オゼキ中、フーちゃん寄り中、サトシが、座りと中、ペイちゃんが中ですね。ユッカが出ませんでしたね。次、じゃあ2期生ですね。祈りが、中引き、炎が寄りだけでしたね。で、チケモン引きのみ、ユミコ会長寄りのみ、で、カリンちゃんが、あ、3枚出てますね。寄り座り引きですね。で、てんちゃん寄りだけの、森木は寄りだけですね。じゃあ 2.5 期いきます。こちらもキラが0枚でしたね。なんで、誰かね、しか出ませんでしたね、キラは。で、森谷玲奈ちゃんが引き、大沼きほちゃん中座り、遠藤ひかりちゃん引き、大沼姉ちゃんより、はい。という結果になりましたね。以上で、開封結果まとめ終わります。最後までご視聴ありがとうございました。確かめたかった。